んにちは、アサです。今日の早朝にですね、ドバイに帰ってきまして、自宅に着いて、で、早速ですね、ジムに行って、汗を流してから、今に至っています。ドバイと日本っていうのは5時間時差があるんですけれども、なので5時間って言ったら、まあ時差ボケがないギリギリのラインっていうような形で言われていて、でも私結構ちょっと時差ボケしちゃうんですよね。なので、着いたら本当は寝た、ちょっと寝たいなとか、ベッドでね、こう寝たいなみたいなのがあるんですけれども、そこはね、あえて、ベッドに直行せず、そのままもう荷物とかを整理をして、でジムに行って汗を流して、シャワーを浴びてっていう風にしたら、もう眠気がぶっ飛んでいるので、そこから一日を始めて、ちょっと夜をね、早めに寝るみたいな形にしてサイクルを整えています。で、今日は、海外にね、移住したいとか、海外でお仕事をしたいっていう方、どうやったらアサさんのように海外でお仕事できますかって、聞かれることも結構多いので、ちょっとね、その私なりのアドバイスというか、私のエピソードをお伝えしたいと思います。私もともと海外がすごく好きで、自分も海外でお仕事をしたいなってずっと思っていて、たくさんなんかインターネットで検索をして、海外移住とか海外仕事とかって見ていて、でその当時はなんか海外でお仕事するって言ったら、ネットでのお仕事とか全然なんかイメージがなんか知らなくって、当時は、海外で雇われてお仕事をするっていうイメージ感覚でした。で、だから海外の求人とか見て、あ、結局そう、英語がもっと喋れなきゃダメだなとか、ね、資金だったりとか、このお給料でここで過ごしていけるかなとか、家賃がどうでとかって見てるうちに撃沈していって、あ、海外移住ってもう夢のまた夢というか、厳しいかもみたいな感じで、普通に日本でお仕事をして、普通に労働をして、お金を、労働に対して収入をいただくっていうような生活をその当時していました。で、私が海外に出られるようになったきっかけは、やっぱり、7年前に、自分でこう個人事業主として、インターネットを使ったビジネスを始めたことがきっかけで、そうすると結局インターネットって海外どこにいてでも仕事ができるので、そういった形で海外でなんかこう雇われて仕事をするっていうわけではなくって、世界中どこにいてもお仕事ができるっていうような状態を作りました。で、そういう状態を作れたきっかけっていうのも、やっぱり海外に行って、と日本を行ったり来たりしながらお仕事をしている人を見て、でその人とつながって、その人はどうやってそういうライフスタイルを叶えていったのかなっていうのをたくさんたくさん聞いて、で、その言う通りに、私もして、そういう風になりました。だから一番の近道はインターネットで検索したりとかっていうよりも、実際に海外でお仕事されている方とどんどんつながって、ご縁をつないでもらったりとか、あとは、どうやったら海外でお仕事ができる状態になれるのかなっていうのを、いろんな、ね、海外に行かれている方のお話を聞いてみるといいんじゃないかなって思います。なので、なんだろう、私今の時代ってすごくインターネットで情報たくさん溢れているし、何でも Google 検索したら情報って見つけられるかもしれないって思っている方、私もそうだったんですけれども、いらっしゃると思うんですが、実際ちゃんとした情報、リアルな情報ってインターネットじゃ得られなくって、結局いい情報っていうのは人から人へ、本当に人とつながることでそういう情報っていうのは得られるんですね。で、そのつながる人っていうのも波動が高い人、理想の人生を歩んでいる人、人生楽しんでいる人に、からのご縁で、いろんな情報をいただくっていうのがやっぱり一番セオリーかなって思います。なので、ぜひたくさんいろんな人に会って、でぜひそうやって自分のライフスタイル、まあ、海外じゃなくても海外移住じゃなくても、そういう自分が理想とするライフスタイルの方がいれば、質問したりとか、つながってみられるような行動アクションをしてみるとか、そういう風にして聞いてみることが一番近道になるかなと思います。で、きっと、まあ、私も含めてそうなんですけど、直接お会いしてお話しすると、こうやって YouTube とかね、誰が見ているかわからないなみたいなところではお話しできないこととか、お話
あんまりこうね、あんまり拡散されたくないなみたいな、情報だったりとか、これは本当に大事な人にだけに知っていてほしいなっていう情報だったりとかね、を聞ける可能性もあるんですよね。なので本当に最初はインターネットでつながるご縁だったとしても、こうやってリアルの場でこうコミュニケーションを取っていくことによって、本当にあなたに大事な必要な情報っていうのがキャッチできるようになると思うので、ぜひ積極的にそういった自分の理想のライフスタイルを過ごされている方に積極的に関わっていかれることをお勧めします。参考になれば幸いです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。あなたの人生に光が満ち溢れますように。朝でした。またね。I tell you something I could do. I could be running or I'm chasing you, but I won't. 'Cause I got better things to do. Rather spend my precious time.